これが12日ぶりの登板ということになります岡田。全部やられたんですよね。岡田は3番手として6月の24日のヤクルト12回戦登板しまして結局6失点という内容でした。しまうという場面が多かったですよね、ジャイアンツは。まあそれだけ先発が崩れたということですけどね、はい、4月になって変わるのかどうか。徳武監督代行は山崎そしてホールがいない今、1番清水、2番種田、3番立浪っていうのが、まあ、おそらく理想的な1番から3番だろうという話を前にしておりましたが、ようやくそれを本当に一丸となってこの局面を打開していきたいということです。一丸となるのは当たり前なんですよね、まあ、なんで昨日のスタメンが今日変わってしまったかっていうのはね、昨日とか同じピッチャーが出てくるわけで、なんか体調が悪くなったとかっていうんじゃなくて、打順を3番とか5番とかなんか変えるっていうのはね、その自分とか苦しいぞっていうのを相手に見せてるようなもんでね。セカンドフライ。だから僕の先入観としては3番にして、はい、今日は大砲を5番に下げたっていうことはね、やっぱり大砲は良くないんだっていうのをね、なんか見せてるようなもんでね、体的に。要するに昨日もメンバー交換終わってるわけですから、ジャイアンツのベンチはみんな知ってるわけですよね。そうですね、はい、昨日の時点では3番がパウエル、4番に海保、そういった打順でいわゆるメンバー交換は、今日はいいところのないこの種田。したことぶつかっては来ないんですよ。バットを出しかけてからはがむしゃらですけど、ボールを捉えに行くとこはもっときちっと向かっていくバッターなんですよね。パンチ力、センス、走塁、もう全ての面でセンス抜群ですけどね、はい、6月はファーム暮らしになりました。ようやく戻ってきましたこの種田。フォアボール。一昨日は、タイムリーありましたけどね、はい、あれもそういえばこの7回でした。まあ、あの7回と今日の7回は全然感じが違いますけどね、あの時にはほぼゲームが決まった感じの7回で、ここはもう4つに組んでる、頭来たら一振りで決めるんですよね。アウトカウントは2つですが、さあ1塁ランナーの金田はこれ走ってくる5月の6日の東京ドーム、あの時にはピッチャーが桑田でしたけれども、ダイソーで登場して金田はすかさず2投を決めて、それが結局勝ち越し点になっています。もう苦しいリードでした。そして2番手の岡田、今の中日打線からしたらそんなことよりもとにかく一律でも進塁させてヒットを打ちたいっていう、それだけですよね。よかったからの中日したら何生活かかな、この辺でボカーンと来たりするんですが、まあ私と同じ考えだと思うんですよ。ランナーを気にしなくてとにかくバッターに集中しなさい。気にしてるためにもうとんでもない3球目の球が高くて結局苦しくなったわけですよね。長嶋監督も思わず身を乗り出して出てまいりました。だからある程度次の球は甘くなるよなるなと言ったのか、まあ大体言うことはそれぐらいのことなんですよね。思い切って勝負してこいっていうのか、甘い球は困ると言ったのか。3割を超える二村、ドラゴンズは最もじゃないですか。そうですね、ただいつも言うようにこのバッテリーが警戒しなきゃいけないのは、ツーストライク取られた後の二村のバッティングが変わるんですよね、はい、今日は再三その指摘もありましたが、センターバックスルどうなんだ、抜けた抜けた、センターオーバーのこれはサヨナラだ。
5対2。大喜び、そして本当にこのところ沸くところのなかったこの名古屋の球場全体が沸き上がっています。長嶋監督の表情が映っていますが、近藤さん、まず今のあたり振り返ってください。高めのスライダーですけどね、僕はもうずっと力勝負するだろうと、はい、変化球が交えるけれども、ホームラン、井村選手です。ナイスオーディ井村の一番これなんですよ、今、ドラゴンズファンが待ってるのは。そうですね、本当に、ここのところね、元気ないプレーが続いたんで、本当に今日は嬉しいですね。そうですね、あの場面、どんな気持ちでバッターボックス入りました？いや、もう絶対決めてやろうっていう気持ちでね、いました。どんな球でした？スライダーだと思います。会心でしょう。そうですね、本当にいいバッティングできて本当に嬉しいです。ねえ、今ね、チーム状態が二村さん悪いんで、相当ですね、ご自分でも責任感感じたんじゃありません？まあ、そんなことも言ってらない。本当に無我夢中でね、選手みんな一生懸命やってるんで、本当に名古屋の皆さんのね、本当に温かい声援がね、励みになってると思います。ね、今日は今中もいいピッチングしてたんで。そうですね、本当に今中はこの前のね、ピッチングを本当に悔しく思ってね、今日は投げてたようなね、そういう本当にひしひしとね、選手も感じたんでね。そうでしょうね。ドラゴンズファンはね、はっきり申し上げて、二村さん、いるみんなものすごい悔しがったと思う。これからの抱負をまだまだ終わったわけじゃないんだから、最後に一つ。そうですね、本当にまだまだ終わったわけじゃないんでね、最後まで諦めずに。皆さんも本当に温かい応援をよろしくお願いします。井村選手でした。